東京アニメーター学院専門学校東アニウェブラジオアフレコスタジオ独り占め、河野日和のちょっと聞いてくりょう。この番組はこれから声優を目指している方に送るちょっぴり先輩からのエールを送る番組です。進学で進路を悩んでいる方、地方にお住まいで東京に出てくることを悩んでいる方、人前に出るのは苦手でも演じることをしてみたいと思っている方、そんな方々に少しでもお役に立てればと思って、少しだけ経験豊富な私が経験したことや今思っていることをどこよりも正直にお答えいたします。パーソナリティは私、河野日和がお送りいたします。よろしくお願いします。河野日和のちょっと聞いてくりょう。改めまして、おはようございます、こんにちは、こんばんは、河野日和です。この番組は声優さんを目指すラジオということで、いかに声だけで情報をお伝えできるかをテーマにしていますので、今時の配信動画には珍しく静止画のみでお届けします。ひょえーなんて素敵な番組なんだ今日はですね、ここ東京アニメーター学院専門学校のアフレコスタジオを使ってお送りします。広い、すごく広いこのスタジオ、いつも、授業で使ったりとかするんですけど、私のクラス20人ちょっといるんですけど、もうみんな入れるぐらい広いスタジオで、そこの、ただっ広いアフレコスタジオの片隅に、ポツンと。寂しいのやら、贅沢なのやら、そんな感じです。じゃあ、まず、自己紹介をしたいと思います。河野日和と言います。1998年6月21日生まれの A 型です。山梨県出身です。番組の名前、河野日和のちょっと聞いてくりょう、甲州弁という山梨で使われている方言を用いました。どうでしょうか甲州弁なかなか、なんて言うんですかね、なんか変わってるみたいなので、興味があったら調べてみてください。なんかテーマがあるので、テーマに沿ってお話をしていきたいと思います。いつ頃から声優になろうと思ったか。結構、周りのクラスの友達とかから話を聞いてると、もう本当に小学生とか早い人だと思って目指してた人が多いみたいなんですけど、私は本当にもう、高校2年生の夏ぐらいに、突然思い立ったかのように、声優になろうって決めた人間なので、まあ普通に周りの同級生が大学進学を目指していて、私も大学進学しようって流れに身を任せて思っていて、高校2年生の夏にそろそろ進路を絞らないといけないなってなった時に、進学情報誌を見ていたら声優っていう欄があって、声優さんって学校に通ってなるの?ってその時初めて知って、ちょうど夏休みで時間があったこともあって、声優の専門学校を見に行ったんですけど、そこでなんて言うんですかね、すごく褒めちぎられて、もうなんか上手だったわよみたいなことを言われて、その気になってしまってですね、あれ私なれるんじゃないかなこれはみたいななんかことを思ってしまって、結構ちょっと猛進というか、もうとにかく声優の専門学校とか養成所とかをもう片っ端から調べまくって、ルーズリーフにまとめて書いて、それを親とか先生に見せて、そしたらなんか意外とすんなり受け入れてもらって、ああまあまあそうなんだみたいな、まあこれだけ調べてたらねみたいな感じで、そんな簡単に受け入れてくれるの?と思って結構私のその持ち前の性格というか、変わってるって人からよく言われてたんですけど、なんかまああなたはそういう道をなんだかんだ目指すんじゃないかと思ってたわみたいなことをお母さんにも言われて、なかなかやっぱり周りの人に打ち明けたりとかするのもこういうの大変そうだなとは思いますよね。自分の今までのその生活態度とか、その行動とか、あと
親とか学校の先生も不安だったりすると思うので、そこきちんと説得できるだけの材料があるってきっと強いことなんじゃないかなっていうふうに思います。うん。そして東京に出てきていかがでしょうか。人が多い話には聞いていたんですけど、満員電車とかこんなにすごいものなのかっていう、もう山梨県とか本当に2両編成とかだったのに、もう電車とかももうバンバン来るし、超人乗ってるし、うわなんじゃこりゃみたいなそれが最初のびっくりでした。で、私今寮に住んでるんですけど、東京に出てくるにあたって、人はどこに住んでるの、東京のどこにみたいな住んでるっていうイメージがあんまりなくて、なんか遊びに行ったことしかないから、だからなんかこうどこに住んだらいいのかがまずわからなくて、いろいろ一人暮らしっていう手も考えたりはしたんですけど、最終的に寮っていう形に落ち着きました。今私が住んでいる寮なんですけど、何ぐらい、だいたい50人ぐらいいる女子だけで暮らしていますねで、お風呂とかも共有だったりするので、最初はちょっと恥ずかしいなって思ったこととかもあるんですけど、なんかみんなでなかなかないじゃないですか、大浴場で毎日生活するって。なんか結構そういうのとかも面白いなって思いますね。あと食堂とかもこう大きい場所でみんなでご飯食べてたりしてるので、学生時代じゃないと味わえないことかなとは思ってます。その声優を目指してる子だけがいる寮ではないので、例えばイラスト系の学校に通ってる子とか、勉強のために大学に通ってる子とか、あとは社会人の人もその学生時代に寮にいて、それからこう学校卒業してもなんか何年間かかは確か社会人もの人もいられるんですよ。人といるのが楽しいなって思えましたそんな今日この頃以上です。東京アニメーター学院専門学校、声優、アニメーター、漫画家、イラストレーター。本気になったら東京アニメーター学院専門学校体験入学実施中。今回は声優になろうと思ったきっかけや東京に出ようと思ったことを中心にお話ししました。パート2は専門学校に入ってからどのようなことをしているか、そして実際にプロの現場の仕事について思ったことなどをお話ししたいと思います。ではでは、パート2も聞いてくださいね。以上、河野日和でした。